DJ リーカーの押した LB が DJ Air 3のリーク写真を出してきました。あと残り1枚謎のドローンの写真というものも出してきました。はい、どうもサラクールです。今日は2023年6月28日水曜日になります。今日の話題なんですけども、 DJ の有名リーカー押した LB という方がいるんですけども、今回ですねリーク写真を4枚出してきまして、そのうちのですね3枚が DJ Air 3のリーク写真ということで出してきております。でさらにですねもう1枚ですね謎のドローンのですね写真というものも出してきましたので、そちらをですね皆さんと両方シェアの方していきたいと思います。で DJ Air 3の方ですね、間もなく出てくると思うんですけども、リーク写真の方もですね、いよいよいろいろとですね出てきたというような感じになっております。先日はクアドロニュースの方が、ユーロにはなるんですけども、価格というものもリークしてきましたので、間もなく出てくると思います。今回は DJ リーカーの押した LP のですね、リーク写真というところを見ていきたいと思います。こちらの方で Twitter の方で出てきましたので、そちらの方を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、押した LB のツイート情報になります。Air 3、デュアルカメラ搭載、そして最後の写真のこれは何ですかということで、こちらですね、4枚の写真ですね。で、最後の写真というものはちょっと後で話しますけども、別のドローンの写真というものが出てきました。で、これですね、ちょっと1枚ずつ見ていきたいと思うんですけども、まずですね、1枚目の写真になります。こちらに関しては DJ RC Pro に映った DJ Air 3の映像というものになっています。ちょっと見にくいんですけども、こちらのですね、アームの部分に、Air 3という風な刻印が書かれております。で、こちらをよく見るとですね、まず障害物センサーの方、これですね、360度の障害物センサーがついているようなものになっております。こちらに関しては DJ Mavic 3と同じようなですね、センサーがついてくるんじゃないかなと思われます。あとカメラに関しては、デュアルカメラというような形ですね。こういう風にですね、カメラがね、ついたような形になっています。まずですね、こちらがですね、1枚目の写真になります。で、続いてですね、2枚目の写真に行きたいと思います。はい、2枚目の写真はこちらになります。こちらですね、直接 DJ Air 3を撮った写真というものになっております。やはりですね、ここのところですね、デュアルカメラがですね、よく見えますし、あとで360度のですね、障害物センサーもですね、見えるというような形になっています。パッと見ですね、遠くから見る感じでは、DJ Mavic 3とですね、似たような感じだと思うんですけども、刻印のところちょっと見にくいんですけども、DJ Air 3のですね、刻印がされているように見えております。これがですね、2枚目の写真になります。では3枚目の写真に行きたいと思います。はい、こちらが3枚目の写真ですね。ちょっと拡大した写真になってるんですけども、こちらですね、より鮮明にわかるかなと思うんですけども、まずですね、カメラ部分なんですけど、こちらの方にですね、2つあるところが見えるということなので、デュアルカメラがついてきてるということになっております。あとの特徴というところはですね、基本的にはやはり DJ Mavic 3に似てるというような形なのかなと思っております。今までのですね、Air シリーズというよりかは、最近出てですね、DJ Mini 3 Pro とか DJ Mavic 3とかそちらの方にですね似たような形ということになっています。なので、今回ですね DJ Air 3の写真としては、まずプロポに写った DJ Air 3の写真で、ちょっと遠くから見たですね DJ Air 3の写真で、さらに拡大してですね DJ Air 3の写真というものが出てきておりまして、こちらから分かる通りですね、デュアルカメラが乗って360のセンサーがついたということがですね、こちらから分かるかなと思っております。でですね、今回押した LB というですね DJI の有名リーカーの方が出してきたということはですね、こちらですねほぼ確実だと思われます。押した LB が出してくるもですね、ほぼ間違いなく本物が出てくるということになりますので、これですねほぼ確定かなということになっております。でですね、こちらのですね、1枚目、2枚目、3枚目。こちらの場合はですね、DJ Air 3の写真になるんですけども、最後ですね、もう一つ、謎のドローンの写真というものも出してきております。そちらの方も見ていきたいと思います。
はい、こちらがですね、4枚目の写真になります。パッと見ですね、DJI ミニシリーズなのかなとも見えるんですけども、ちょっとですね、今までのマビックシリーズとは違ったようなドローンということになっています。まあ特徴なんですけども、アームがですね、上向きに向いているというようなですね、ドローンということになっております。こちらのカメラにですね、アームとかプロペラが映り込まないように、こういうふうにですね、上がったような形になっているんですけども、まあこういうふうにですね、今まで見たことのないドローンというものが出てきております。こちらの方のホルムを見ると、DJI の業務用ドローンの DJI インスパイア3とかですね、こういう風になってるんですけども、今回ですね、まあ似たような形でこういう風なんですね、ドローンというものもですね、今のところ開発されてみたいです。まあこちらですね、DJI インスパイア3のように、まあ、自動的に上がるというよりかは、まあここのところにですね、どうやら足があるので、地面にはこちらの方のアームでですね、接触させないで、まあここのところに接触させて、それをですね、まあ浮上させるような形になってるのかなと思っております。で、こちらに関してはですね、何も情報がないので、まあ、これがですね、ミニシリーズなのか、はたまたですね、マビックシリーズ以外のものなのかというところはですね、ちょっとわからないんですけども、謎のドローンの写真ということで、押した LB の方が上げてきております。でですね、先ほども言った通り、押した LB の方は、まずですね、本物の DJI のものを出すことがですね、ほとんどですので、まあ、こちらもですね、DJI 製品の何かしらのですね、一つなのかなと思っております。はい、ということでですね、今回ですね、押した LB の方がツイートしてきまして、まあ3枚ですね、DJI Air 3の写真と、あと謎のですね、ドローンの写真ということで、Air 3デュアルカメラ搭載、そして最後の写真、これは何ですかというふうにですね、ツイートを出してきて、リークしてきたということになります。はい、ということでですね、ツイート情報としては以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJI の有名リーカーの押した LB の方が4枚のリーク写真というものを出してきました。そのうちですね、3枚がですね、DJI Air 3の写真になってまして、まあこちらですね、まあデュアルカメラが搭載されたというものはですね、まあ写真からもですね、まあ確実にわかるかなと思っております。あと加えてですね、DJI Mavic 3と同様な360度の障害物回避センサーもね、ついているということがですね、こちらからわかります。遠くから見ると、DJI Mavic 3とですね、見間違えるようなですね、ホルムをしてるんですけども、まあ、アームのところを見るとですね、Air 3という風に書かれてますので、こちらの方はですね、間違いなく DJI Air 3のですね、リーク写真だと思われます。あとですね、4枚目の写真に関しては、まあ、アームがですね、上がった状態ですね、浮上しているということで、まあ、どちらかというとですね、DJI Inspire 3みたいなですね、ホルムをしているんですけども、まあ、こちらですね、まあ、謎のドローンということで、まあ、これからですね、DJI で発売されるドローンなのかなと思っております。はい、ということで、ね、今日の話題は以上となります。このチャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。あと私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。月額290円のとりあえず応援したいというコースと、月額690円の質問したい、あのノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースは、いよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題60問を作っております。最近では実地試験の工事線対策の動画も作りました。第2回目に関しました一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルをトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークルでした。さよなら、バイバイ。